っちゃり系だ。どうしてだ長次。ダメか。危ねえ。私たちは東先生と一緒に10班として多くの任務をこなしてきた。しかもだって私だって戦いは嫌に決まってる。長次。長次、あんたさ、この耳のピアスの意味忘れたわけじゃないでしょ。これからはお前ら一人一人が隊長になり、新たなチームを率いることになる。そしてこのピアスはお前たち三つの一族において一人前になった証だ。習い今しているリングピアスを各々の一族に渡してこい。一人前の忍び。カトン、ハイセクション。いや、チャージ。そういや、玉のあの話。今、紅のお腹の中には俺の玉を。タックス、今は守る側だ。アスマに己の子供を殺させる気か。シカマルの言う通り、何のためにそのピアスをつけてんの。秋道一族。真ん中が奈良一族、左が山中一族だ。昔から手を組み力を合わせてやってきた特別な関係だからな。この耳飾りに代々決まった誓いを立てるのが奈良らしだ。誓いを忘れぬよう、それを常に耳に言い聞かせるものとしてピアスをする。己の誓いをこの耳に留めさせるための習わしだ。これも。長次。あいつ、このままで大丈夫なのかな。敵と相対し、命の取り合いもしなければならないってのに、何より中忍になることさえかなわんだろう。忍びの世界では同じことよ。だったら優しすぎればいいじゃないですか。武器。今はまだ小さい。臆病と取られても仕方がない。だがそれには優しさに匹敵する強さがいる。厳しさがいる。アスマ、これから長次はいろんなことを経験していくでしょう。調査さん、早くこっちへ来てください。すまん、今行く。それともお前はただの臆病だったのか。長次、もういい。お前は優しい。でもその蝶は、子供へ預け、守り育てる番になる。お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。時代が違うし、そうそうマニアはいないから。こんだけ食欲がありゃもう体は心配ねえな。いや、長次、しかもお前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ少しダイエットしないとね。無理かもしれないけど頑張ってみる。大人になってけば自然と心も体も強くなってくと思ってたのに。おい長次、ここまで来て今更泣き言はなしだぜ。やっぱ僕には無理だ。お前の優しさを力に変える時は今なんだ。今なんだよ長次。15代目より託されし誓いを17代目となりゆくわらべへと。
我、秋道長次はいざさなぎから長へと羽ばたかん！水も使わず羽を出しおったか、長次。そうだ、その顔だ。長次は痩せてるってことは、昔一度やったあの薬を。つまり、薬の副作用はない。サナギの殻が思ったより硬かったんだ。あいつは今、秋道十六代目としてふさわしい男になった。弱らせたらこっちへ招き入れろってよく言うよ、偉そうに。しかまれ、背中の、行け、イノ。真剣分身の術、次は俺だ。影縫いの術。自信満々のいい顔してやがる。感動で動けねえよ。影真似手裏剣の術ってんだ。最後の言葉は一回聞いてる。なら、あの時言えなかった一言付け加えさせてくれ。ありがとう。なんだ、僕がこの戦場を終わらせる。当時あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。